皆さんこんにちは。これから2023年中学入試問題算数の解説を始めます。この動画では第1回入試の大問語を取り上げます。はじめにこの問題が何を求められているのか一つずつ確認していきます。問題文を分解してみると、はじめに赤の下線部では座席が1列に37席あり、その後ろにも列が続いているとわかります。イラストで表すとこのようになります。次の下線部では座席番号がどのように振られているのかわかります。イラストで表すとこのようになります。それでは実際に問題に入っていきます。(1) ホールに入場した人は先着順で1列目の左の座席から詰めて順番に座ります。例えば5番目の人は1の5に、38番目の人は2の1に座ります。以下2つの問いが立てられていますが、問題に入る前にまずはこの問題の規則性について考えてみましょう。(1) では全ての座席に座っていくことより1列増えるごとに37の倍数で座席数も増えていきますね。問1、14の6の座席に座るのは何番目の人か。14は14列目を指して、6は左から6番目を表しています。ここでは14の6の6に注目します。14の6とは14列目の6番目、したがって前に1列37席の列が13列あるとわかります。式を立てると 37×13+6、これは1列に座れる37座席 ×13 列分足す14列目の6番目ということを表しています。したがって求める答えは487番目となります。問2、1100番目の人が座る座席番号は何番か。はじめに1100番目の人が座る列を X 列目、座る椅子を左から Y 番目と置きます。中学校以降で習う数学ではこのように求めたい数を XY と置きますが、ここではさらに簡単な丸や四角など自分の分かりやすい記号で置き換えて解くことも可能です。限られた時間の中で皆さんが分かりやすい方を使ってみてください。問2の続きです。文字で置くことで1100番目の続きは X の Y と表せます。ここからはそれぞれの文字を調べていけば答えに導くことができます。はじめに X についてです。1100÷37 より29、あまり27を求められます。2つの数はそれぞれ29列と27人を表しています。では X は割り算の答えより29でしょうか。間違いやすいポイントですが、ここでは X は29ではありません。正解は X=30 です。なぜこうなるのか、割り算のあまりに注目して考えてみましょう。29あまり27より27人が29列目に座りきれていないと分かりますよね。したがって X はプラス1した30になるのです。 Y は割り算のあまりと一致するので27になりますよね。したがって求める答えは30の27となります。以上が(1) の解説となります。続いて(2) です。このホールは感染症対策のため座る人の前後左右の席は空席にすることになりました。1の1に1番目の人が座り、1の2は空席になり、1の3に2番目の人が座ります。また2の1や2の3は空席になります。この文章の条件をイラストで表してみます。1番目2番目の人はこのように座りますよね。では一体(1) と(2) の違いは何なのでしょうか。一言で表すならこのようなことが言えます。(1) は
1列に座る人数は何列目でも等しいですが、括弧2はこの人数が列によって異なるのです。したがって括弧1、括弧2の2つの問い中の値は同じですが、同じ式で答えを求めることはできないのです。このように1つの問題の中に異なる条件が複数定義されているときは、その違いに注目する必要があります。次に括弧2の規則性について考えます。1列目、2列目ではどのように座るかを表しています。加えて3列目もイラストに加えてみます。すると1列目と3列目は同じように座っていることがわかります。したがって座席の座り方は奇数列、偶数列でそれぞれ同じになるということが言えます。さらに詳しく考えます。奇数列では端から詰めて座っていきます。端からすなわち左から1番目より1席ずつ空けながら座るので、奇数番号の座席に座るということが言えます。したがって1列37席であるので、1から37の奇数の個数は奇数列に座れる人数と等しくなります。このように奇数列では奇数番号の座席に座ると言えるので、偶数列では偶数番号の座席に座るとわかります。1から37の中で奇数の個数を求めます。37の中に1から2のペアを先頭として、奇数・偶数のペアの個数は 37÷2 で求められます。すると余りが1でできます。この余りは図が示すように、奇数・偶数のペアに入りきれなかった数は37、すなわち奇数になることを表しています。割り算の小に1を加えた19個が1から30の中に含まれている奇数の個数であるとわかります。奇数の個数がわかったので、奇数列では1列に19人座れるとわかりました。したがって偶数列では奇数列で座らない座席に座っていくので、全体の37座席から19座席を引いた18座席、すなわち18人が1列に座れるとわかります。規則性が分かったところで、実際に問いに入っていきます。問1、14-6の座席に座るのは何番目の人か。規則性について考えていた際にこのようなことが分かりましたよね。これを用いると14-6は14列目の左から6番目の座席、偶数列では偶数番号の座席に座っていくことから、14-6は14列目では左から3番目に座る人に当たります。表で表しています。表の上は列数、下は左から何番目かを表しています。今分かっている情報を表に入れています。では1から13列目には合計何人が座るのでしょうか。1から13列目について考えるとき、1から13列の中に奇数列、偶数列がそれぞれ何列ずつあるか調べてみましょう。するとそれぞれ奇数列は7列、偶数列は6列あるとわかります。したがって13列目までに1列19座席の奇数列が7列、1列18座席の偶数列が6列、そして14-6は14列目の3番目であるので、 19×7+18×6+3、 よって求める答えは244番目になります。問2、1100番目の人が座る座席番号は何か。括弧1の同じ問題では、求めたい座席を X の Y と置き、それぞれの値を調べました。括弧2ではどのように解くべきでしょうか。さまざまな解法がありますが、ここでは括弧2も括弧1と同様に解いていきます。しかし括弧2では
1列目を先頭として1、2列目、3、4列目というように奇数列、偶数列の1列ずつをペアにして一組として考えていきます。一組分の例として1、2列目に注目して考えます。1列目には19人、2列目には18人座ることから一組合計37人が座れるとわかります。求めたい1100番目を一組の人数37人で割ることで1100番目の前に29組奇数偶数列のセットがあり、27人が組を作れず余っているということがわかります。ここで何列目かを表す X を求めます。1100番目より前に29組あり、一組に奇数偶数列の2列が含まれるので 29×2 より x=58 というのが出てきます。しかしこれは x の値としては不適切になります。なぜ58のままではいけないのでしょうか。1100÷37の式の余りに注目します。27人が29組の中に座りきれていないので x=58 でない理由は58列目以降も人が座っていくと分かるからです。ここで一度 X 列目の左から何番目かを示す Y を考えます。58列目の次、59列目に座れるのは、59列目は奇数列であるので19人です。まだ座れていない27人の中で59列目にも座れないのは 27-19 より8人と求められます。したがってこの8人はさらに次の60列目に座ることになるのです。60列目は偶数列であるので18人座れます。よって8人は全員この60列目ということを改めて確認できます。括弧2の冒頭で分かったことを用いると、60列目は偶数番目の席に左から人が座っていくと想像できます。よって60列目の左から2番目に60列目の中では1人目が、4番目に2人目が座っていくという順に数えていくと、16番目に8人目が座りきるとわかります。よってy=16 となります。 y を求める過程で1100番目の人は60列目だと分かったので x は60ですよね。したがって求める答えは60-16となります。最後にこの動画を通して私から3つのことを未来の後継者になる皆さんにお伝えさせていただきます。1、規則の周期を見つける。今回取り上げたような規則的に考えることで答えを導ける問題では、まず第一に規則の周期を見つけてみてください。問題を深く理解できるとともに、より簡単に問題を解くことができるようになります。2、情報を視覚化する。悩んでしまうような少し分かりにくい問題では、試験中に簡単で良いので情報を紙に書いて見える化してください。これを視覚化と言います。ただし丁寧にやりすぎてしまわないように注意してください。皆さん自身が分かれば良いのです。3、果敢に挑戦。すべての問題に果敢に挑戦してください。初めから難しそうと思ってしまうと自分の可能性を狭めてしまいます。試験中でも常に明るく自信を持つことが大切です。皆さんと効果学園でお会いできるのを楽しみにしています。応援しています。以上で2023年第1回中学入試大問5の解説を終わります。